日本列島の旧石器時代。日本列島の旧石器時代は、人類が日本列島へ移住してきた時に始まり、終わりは1万6000年前と考えられている。無土器時代、千土器時代とも言う。周期については、青森県外ヶ浜町太平山本遺跡出土の土器に付着した炭化物の AMS 方法射性炭素、 年代測定歴年構成年代法では16,500年前と出たことによる。日本列島での人類の足跡も9から8万年前、岩手県等の資金取り遺跡に遡る。この時代に属する遺跡は列島全体で数千箇所と推定されている。地質学的には氷河時代と言われる第四期の更新予の週末から関新予初頭までである。 ヨーロッパの考古学時代区分で言えば、後期旧石器時代におおむね相当する。日本に不完全ながらも、古城列島の形が出来上がりつつあったのは、今からおよそ500万年前である。その頃は、まだ、ユーラシア大陸と陸続きであった。その後、火山の噴火による地殻変動があり、氷期と魔氷期が交互に繰り返す、氷河時代には地形の変化が起こった。 しかしながら、従来の学説では、氷河期に、日本列島は、大陸と陸続きになり日本人の祖先は獲物を追って、日本列島にやってきたとされてきたが、近年の研究では、氷河期の最寒期でも津軽海峡、津島海峡には、海が残り陸続きにならなかったことが分かってきた。また船を使わないと往来できない、伊豆諸島、神津島産の黒曜石が、 関東地方の後期旧石器時代の遺跡で発見されていることなどか、日本人の祖先は船に乗って日本列島にやってきたという研究者の発言も新聞で報道されている。しかし、この時期には船の遺物は発見されていないため少数の意見である。一方、約4万年前の後期旧石器時代早期より黒曜石の採掘が続けられた栃木県高原山。 国曜石原ん地遺跡群では知的で効率的な作業の痕跡も確認されている。また、4万年から3万年前には世界最古の魔性石器が製作されており、すでに日本では独自の文化が形成されていたことが伺える。日本列島には幾度となく北、西、南の陸橋、マミヤ、ソ津軽、津島、朝鮮などの海峡を通って、 いろいろな動物が渡ってきたと考えられている。さらに、それらの動物群を追って、旧石器人が渡ってきたとも言われている。最終表記に大陸とつながった、北海道だけは、マンモス動物群が、宗谷立橋を渡ってくることができたので、それらの混合章となった。ナウマン像は、約35万年前に、日本列島に現れて約1万7千年前に、 絶滅している。長野県野尻湖遺跡の約4万年前の地層、日本考古学用語では、土層とも言うから、ナウマン像の骨製品がまとま、発見されている。更新用も中頃を過ぎると寒冷な表記と温暖な魔表記が約10万年単位で繰り返すようになり、植生の変化もそれに対応するように規則的な変化を繰り返すようになった。表記を 約6万年前を境に前半と後半に分けると、前半は、温帯性の針葉樹によって占められる、針葉樹林の時代であり、後半は、約5万年前と、約2万年前の亜寒帯の針葉樹が繁栄する、時期とそれ以外の粉属が繁栄する時代からなる。そして、最終表記の最盛期である、約2万年前の植生は、北海道南部から、 中央高地にかけては赤ん帯性針葉樹林で、それより西側は温帯性針葉、紅葉の混光林が広範囲に割っていった。断温帯紅葉樹林である昭葉樹林は西南日本の太平洋側沿岸の一部と南西諸島に交代していた。一方、アイラ TN 火ザンバイ AT は日本列島全体を覆うほどのアイラカルデラの巨大噴火によってもたらされ、 九州から東北日本までの植生に大きな影響を与えた。気候が寒冷化に向かう過程で噴火が起こり、針葉樹林化を早めた。このことは動物群や人間社会にも影響を及ぼした。例えば、それまでは全国均一的な石器文化を保持していたものが地域的な特色のある石器文化圏、つまり西日本と東日本というような 石器文化圏成立に影響したとの可能性を考えることができる。日本列島において表記から魔表記への急激な変化は、更新予から関心予への変化も急激であり、気候変化、海面変化、植生を含めた生態系の変化も急激であった。後期旧石器時代はコナラ、クリ、クヌギを主体とした。 落葉紅葉樹林が西日本から東日本を覆うようになった。日本は酸性の土壌が多いため骨などが残りにくく、全中期の遺跡は発見が難しい。しかし数は少ないものの近年の考古学研究の発展により岩手県東野市の金取遺跡9から8万年前から中期石器が島根県出雲市の沢原遺跡約12万年前では 全気球石器などの遺物が発見されている。日本では縄文時代より前の時代を先土器時代または無土器時代と呼んでおり、土器の時代を遡る時代の遺跡や遺物が長い間発見されず、土器以前に日本列島に人類は居住していなかったと考えれていた。ところが1949年昭和24年に相沢忠弘が岩宿現 群馬県緑市で関東ローム双中から旧石器を発見した。日本の旧石器時代の調査、研究はここから始まった。現在までに日本列島全域で4000カ所を超える遺跡が確認されている。これらの遺跡のほとんどが約3万年前から1.2万年前の後期、旧石器時代に残されたものである。後期旧石器時代が証明されるとさらに古い時代の 発掘が試みられた。1960年代から、大分県流、早見台、栃木県、星野遺跡、岩塾 D 地点などが調査され、前期急石器損比論争が行われたが、多くの研究者の賛同を得られなかった。これらの論争は、誕生論争、軽岩性前期急石器論争などとして知られている。1970年代に入ると前期急石器の探索は薄らぎ、 相違変年研究や遺跡構造の解明へ傾斜していった。旧石器鉄造事件、1980年代から東北地方を中心に前期旧石器時代、中期旧石器時代が日本に存在したという証拠が次々に発見された。発見の中心人物は藤村真一で従来の常識を覆す成果とされ、日本の旧石器時代は 約70万年前まで遡るとされた。しかし、2000年11月に、藤村が宮城県城高森の発掘現場で石器を埋めるとこを、毎日新聞取材班が撮影し、同年11月5日に、旧石器発掘鉄像を報じた。その後、日本考古学協会の調査で、藤村が関与した33カ所の遺跡のすべてが、疑わしいものとされ、今のところ、前、 中期旧石器時代の確実な遺跡は日本には存在しないと理解されている。2003年12月に長崎県平戸市の入り口遺跡で約10万年前の地層の中から石器が発見という報道がなされたが、断球発達が明瞭ではない平戸地域において相違が明瞭とは言えない状況であり、約2万2、3000年前に 鹿児島の近郊湾から紛失したアイラ TN 火山灰層 AT より古いとしか断定できていない。2009年現在、日本の旧石器で層意が間違いなく確認でき、最も古いもので4万年前まで遡るかどうかといった状況である。長野県飯田市で竹助中原遺跡が発掘調査された。この遺跡の4カ所の石器集中地点から800。 予定の異物が出土した。石器保岩層の体積年代を自然科学分析、火山灰分析、植物計算体分析、炭素14年内測定法、光ルミネッセンス年代測定などをした結果、3万年より古く、5万年より新しいことが分かった。4カ所から出土した石器は2グループに分けることができ、一つは3万年から3万数千年前。 後期旧石器時代の始め頃、もう一つは三万数千年前、五万年前のもので、あること推測されている。つまり、中期旧石器時代から後期旧石器時代へ移り変わる時期の遺跡であると考えられている。後期旧石器時代の石器群を外観する。日本列島の後期旧石器時代は、約三万五千年前に始まり、縄文時代へと移行する。 1> 約1万5000年前までの約2万年間続いた。遺跡は、カラフトから沖縄まで約1万箇所以上が確認されている。これらの遺跡で出土する遺物がほとんどは石器であり、遺構は、歴軍以外が出土することは極めて稀である。他に落とし穴などがある。石器ばかりが発見されるのは、有機質の材料で作られた道具が途中で分解されて残りにくいためであり。 遺構についても、その可能性が高い。ただし遺構は、おそらく大変簡素な作りだったと推測されている。旧石器時代の石器集中2カ所と単独出土地点1カ所を検出した。およそ3万年前の地層から、安山岩の大型タテナ長白片が単独で出土した。また、約2万5千年前の石器集中2カ所が隣接して、発見され、 黒曜石製のナイフ型石器2点と、黒曜石、血岩、安山岩の白片や石格が出土した。後期旧石器時代は前半と後半とに区分されており、相違的には、約2万9千年前に、日本列島を覆う広い範囲に降り注いだ、アイラ TN 火山灰の方岩層が目安にされている。石器の区分としては、以下のような特徴がある。 前半期全用、約3万5千から3万3千年前では、大形様石器、または大形石器と極部魔性石符が代表的で列島に広く分布する。地域色はまだ明瞭ではなかったようであるが、少し遅れて縦に長い白片を加工して尖らせた石槍と、推測される石器、ナイフ型石器と呼ばれている石器の一部が東日本を中心に見られ、大枠で、 西日本との違いが出始めた。前半期紅葉、約二万九千年前になると、石人技法が確立して、石矢りの発達が著しくなる。この傾向もやはり東日本で顕著であった。他方、近畿地方から瀬戸内地方ではそうした、石人技法よりも、横長白変白離技術が採用されることが多く、後半期になると、その発展型である。 瀬戸内技法を生み出すことになる。前半期工業には大慶様石器と極部魔性石符が大変少ない。後半期の年代は約2万9000から1万5000年前にあたり、大枠としてはナイフ型石器が盛んに制作された時期1万7000年前とその制作が終了して採石陣が盛んに制作された時期1万5000年前との2時期に分けられる。 ただし北海道は樺布と及び沿海州と陸続き、コカラフと北海道半島であったため大陸の動向と密接に連動し、湖本州と陸続きになっていた本州、四国、九州と島とは異なる水位をたどり、採石人を含む石器群が約2万3000年前には制作、使用された。後半期はそのほぼ最初から細かな狭い地域性が確立し、 北海道を除くと、東北、関東、中部、近畿、瀬戸内、九州などの区分ができる。それぞれの地域では、石器の様式性が著しく発達し、例えば、東北の東山型、新潟から、山形の杉久保型、近畿の国府型といった各種内部型石器。この名称には、各方面から異論が提出されているや、瀬戸内から九州の 核水上石器、九州の白変戦闘機、大型石器などと呼ばれる、いずれもやりないし、ナイフとして使用されたと推定される大型の石器に、その特徴が現れた。これらの石器を製作するための材料である石材も、また、その地域ごとに異なる産地のものが利用される傾向が強かった。草びかたちは、中国東北部から当時は、地続きの北海道を通じて、 東日本を中心に広がり、核水場や船型は中国南部から直接九州に伝わってきたらしいことが明らかになったという。こうした石器と石材の変化は当時の人々の移動生活や制御活動の変化と関係している。前半期にはそれまで広く分散していた滞在、居住場所が河川流域へ集中するようになり、その数字体も急増したことから、 人口が増加したのではないかと推定されている。また、そうした移動、居住の変化を促す背景として、気候や動植物生態系の変化が関係していたとも考えられている。2万9000年前を過ぎる頃から、地球規模で急激に寒冷化が進行し、約2万5000年前を前後する頃には、最終表記再寒冷期を迎えたからである。後半期の週末には、 北海道にだいぶ遅れて古本州島にも細石人石器群が展開する。それは北海道から東北日本にかけてと中部、関東以南から九州にかけての西日本にかけての大きく二地域に分かれ地域色がある。前者は優別技法と言われ、あばら屋型と言われる特徴的な彫刻統計石器、堀木とも言うを伴う。後者は矢出川技法も知れないと言われている。 こちらは彫刻刀系石器を伴わない。ナイフ型石器と採石人がほぼ列島内全域に展開したのに対し、戦闘機石器群は、東日本でも特に中部地域、関東地域において地域的な発展を見せる。戦闘機とは、魚の鱗のような小さな白片を繰り返し剥がして、成形し、木の歯型を呈するように作り上げた石槍の先端部のことで、 サイズは10センチ以下が多い。中部、関東地域においては、ナイフ型石器群が小型化し、採石人石器群が登場する頃までの、後半期紅葉に、このような戦闘機が製作される。長野県和田峠、栃木県高原山黒曜石原山地石群では、良質な黒曜石を産出した。高原山では、後期旧石器時代後半期から、縄文時代早々期にかけて、 採別時期不明のものとみられる、長さ14センチメートルの戦闘及び制作場所が2008年度の調査で発見された。日本列島の旧石器時代の遺跡は、大地、断球、丘陵、高原などの見晴らしの良い鉱石用の大地円辺にあることが多い。日常生活の場としての拠点遺跡、獲物の解体場遺跡、石器製作場遺跡などがある。 低重住,住居跡の出土例が少ないことから、旧石器時代人は、一定の生活領域内を移動しながら、最終狩猟生活をしていた考えられている。旧石器時代の人々は多くホラー穴や岩陰を、住処として利用していたことが知られているが、そうした中にあって少ないながらも縦穴住居が、見つかっている。大阪府藤井寺市の波佐見山遺跡の住居はよく、知られている。 住居は、約2万2000年前の木材を組木にして草や川で覆ったもので、形の整った、計6メートル、深さ20センチメートルの円形縦穴住居である。外周に柱穴を持つもので、計10センチぐらいの材を20本近く、斜めに縦並べ、中央で簡単な組木を施している。この住居跡からは、構造がよく分かった上に、 サヌカイト製のナイフ型石器や翼の白片が約200点も一緒に出土している。調理、暖房、最高のための石囲い炉、地ろ、土鉱炉などがあり、熱のために赤色化していたことで火が使われていたことがわかる。土鉱の形態は多様で、貯蔵穴かどうかわかっていない。歴群は拳台前後の河原石が、 計12メートルの範囲に数十個以上密集したもので加熱を受け石色化していて調理施設に関連したものと考えられている。一個から数個散らばっている排斥は幼児ら台の粒手で加熱を受けた跡がなく厨房や作業台に使ったものと考えられている。その他、死者を埋葬する土工房が見つかっている。死者の生前の送信具や石器。 玉などが添えられ、そこに、弁柄、赤色顔料、ベニ、柄が残っているものがある。シベリアやカムチャツカ半島、東アジアでの死者を埋葬する種族が遅くとも2万年前には、できていたらしい。旧石器時代の遺跡は、石器や白片などの遺物が集中している箇所が、複数、複数の歴群、排石トロし、住居跡、土坑、墓火坑などで構成されている場合が多い。 集落の規模と構成はまだ分かっていない。日本で最初の土器がどのようにして出現したのかははっきり分かっていない。しかし世界でも最古級約16,500年前の土器が青森県の太平山本遺跡から出土していることから日本で出現した火星が高い。旧石器時代の週末に九州では豆粒分土器、長崎県潜伏児洞窟、 本州では無門土器が出現している。一般に土器は運搬、貯蔵、煮滝に使われるが、出現器の土器の役割はまだ十分解明されていない。石器時代の文化といえば、石器を思い浮かべるが、日本列島の豊かな森林資源を忘れてはならない。これまでに板状の木製品と木の柱を使った住居跡が見つかっている。の木製品は、 赤獅子西ギ遺跡で、約6から5万年前のサレ礫層の中から、ハリグワという紅葉樹を用いた板状の木製品、加工根のある木片が出土している。この木片は、長さ23.4センチ、最大幅4.8センチ、厚さ4ミ、mm、リで、少なくとも2種類の石器で加工されている。用途は、まだ分かっていない。この狭礫層の年代の板だとすると、 中期旧石器時代の板ということになり、住居跡は大阪富士寺市らしはみ山遺跡で約2万2000年前の極めて形の整った計6メートル、深さ20センチメートルの円形縦穴住居が検出された。外周に柱穴を持つもので計10センチぐらいの台を20本近く斜めに縦並べ、中央で簡単な組木を施し、 その上を草や川で覆った構造が考えられる。この住居跡は構造がよく分かった上にサヌカイト製のナイフ型石器や浴場白片が約200手も一緒に出土している。縦穴住居といえば縄文時代や弥生時代の住居形態を想起するが、縦穴住居が旧石器時代に遡っただけでなく、旧石器時代人が石器だけでなく木を使っていたことが分かってきた。 木に石器を取り付ければ、クワ、斧、槍、やスコップなどの生産用具を作り、生産効率を上げることができる。計十センチくらいなら、今の建築材料の柱の太さとそう変わらない。それを二十本もだから、木の柄のついた斧で木を倒したのだろうか。旧石器時代人は、主として、狩猟によって、食料を得ていた。当時の遺跡からは、野牛、原牛、ハラ ナウマンゾウなどの大型哺乳類の骨、日本カ、イノシシ、のウサギなどの中、小哺乳動物の骨が発見されている。そして、大型哺乳動物を解体する作業場となる、キルサイトも発見されている。このように、旧石器時代人は、大型哺乳動物を追う、カリウドたちであったと思われる。縦穴住居跡を伴う遺跡がほとんど発見されていないのは、旧石器時代人が、 キャンプ生活をしながら移動を繰り返しいたからだとも推定されている。魚老の直接的な証拠は発見されていないが、そのような活動があっただろうとは推測されている。まず、伊豆諸島の黒曜石が南関東で出土しており、同諸島で採石人は発見されている。ここから、旧石器人も何らかの航海技術や海上交通の手段を持っていたことが想像できる。 さらに、日本の旧石器文化がシベリアとの強い関連性があることが分かっており、そのシベリアで固定式のヤスやリガシラ式の森ガシラが見つかっている。日本は酸性土壌のため人骨や重骨が残りにくいが、日本でも同様の道具を用いて、死と量を行っていた可能性がある。縄文時代の人々にとっては、植物採取が食料獲得の中で、 大きな比重を占めていたが、旧石器時代の人々にとってはどちらかというと狩猟が主体であったようだ。当時は数百キロメートルにも及ぶ距離を移動していたというから、それは移動性のある動物の行動生態と関連しそうであるし、また彼らの道具を見ると、植物質資源の加工、処理に有利な頑丈なタイプの石、さっきや石符よりも狩猟具に使いそうな先の尖った石器、 有瀬石人、戦闘機や壊れやすいが鋭い派、石人、採石人のある石器というような道具が発達したからである。日本列島は火山列島とも呼ばれるように更新世の火山噴火による火山灰が瀬戸内、近畿地方を除く日本列島の大部分に降り注いだので骨を分解してしまう。酸性土壌の占める地域が多く、旧石器時代の遺跡に 人骨、重骨化石が残る例がほとんどない。こうした中でもこれまで、更新用人類化石として知られていた例も多かった。しかし、C14 年代測定法や再検討の結果、それらの多くが更新用人類化石の地位を失い、静岡県の浜北人と沖縄県の港川人とが更新用人類とされている。浜北人は静岡県浜北市、現、 浜松市浜北区根形の石灰石採石場で、1960年、昭和35年から1962年、昭和37年に発見された、頭骨片と、四肢骨片、鎖骨、上腕骨、骨、頸骨の骨化石である、上下二つの地層から出土した。それぞれの層から出た重骨の年代を、加速気質量分析、AMS 法による、 炭素年代測定での結果は、上層が約1.4万年前、仮想湿度の渓骨が約1.8万年前を示した。1970年に、沖縄県島尻郡串し村、現、八重瀬町の港川採石場で、個人研究家の大先生保によって、約1.8万年前の更新世のものとされる、数体の人骨化石が発見された、港川フィッシャー遺跡。 これは、縄文時代よりおよそ5000年古く、旧石器時代後期に相当する。男性の推定身長は1 5 3トルから1 5 5トル、女性は1 4 5トルと小柄で、下半身に比べ、上半身は華奢である。顔は四角く、目はくぼみ、鼻は、やや広く、立体的で頑丈であるなど、原始的な骨格で、 前頭骨が小さく後頭骨の上半分が突出する点や四死骨の筋肉付着部が発達していない点で縄文人とも異なる独自特徴を持っている。またこれに先立つ九百六十七年から九百六十九年には同じ採石場の石灰岩、フィッシャー上部において一1二万年前のものと考えられる人骨、上腕骨、尺骨、骨、骨 大体骨2点、頸骨2点、虚骨、第一、中足骨の肩が発見されている。こちらは、日本本土で多く発見されている、縄文人の骨格的特徴によく似ており、上部港川人と呼ばれている。平成21年度の日本学術振興会による共同研究では、後期更新予の沖縄港川人は、アジア大陸の南方起源である、可能性が高いが、 北海道九州地方の縄文時代人とは、科学形態に多数の相違点が見出され、両者の間の経府的連続性を認める、従来の仮説は見直される必要があるという主張もなされている。沖縄県那覇市山下町第一道決遺跡で、1968年に発見された、約3万2000年前とされる6から7歳の子供の大腿骨と頸骨で、 国内では、最古級の人骨である。最近の検討によると、初期現代型新人の特徴に一致するという。2010年、平成22年2月4日、沖縄県教育委員会は、沖縄県石垣市白穂、石垣島の新石垣空港建設敷地内にある、白穂座をネタハラホラーな、白穂座をネタバルドーから発見された人骨について、 琉球大学や東京大学などと研究を進めた結果そのうち1点約8センチメートル約1 1センチメートルの20代から30代前半の男性の頭頂骨が放射性炭素年代測定で約2万年前のものと分かったと発表したまた更新予から縄文弥生期にかけての日本人の変遷に関する総合的研究の分析では発見された 人骨片のうちの右頭頂骨片に対して2416プラスマイナス113年前 BP という推定年代値を得た。これは放射性炭素によって直接人化石の年代を推定した値としては国内最古のものであった。沖縄県南城市、先足り道遺跡で発見された断片的な人骨。約12000年前のものとされ。 同じ地層から発見された石英製の白変石器や海産貝などは人為的に持ち込まれたものと考えられている。その他、沖縄県で発掘され報告されている人骨化石。原生人類、ホモ・サピエンスは7から6万年前にでアフリカを果たし、それ以前にはアフリカ外には分布していなかった。したがって、日本列島最古の石器。 サワラ遺跡の12万年前を残したのはデニ、ソジンなどの求人である。日本列島に現生人類が現れるのは4から3.5万年前と考えられており、これは日本固有のハプログループ D1 ビット Y 染色体の起源年代とおおむね一致する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。